メトロイドっていうのはNES ですね、日本でいうところ の, ファミコンディスクシステムのメトロイドの初代から始まって、ゲームボーイのメトロイド2、そしてスーパーファミコンのスーパーメトロイド、そして、最新作となっているのがゲームボーイアドバンスのメトロイドフュージョンなんですけども、実はスーパーメトロイドとフュージョンの間っていうエピソード今までずっと続いてきているんですけども、そこがすっぽりと抜けているわけなんですね、まあ、メトロイドフュージョンとスーパーメトロイドの間を埋めるエピソードというふうに理解していただくのが最も正しいんじゃないかなと思っています。過去で若い頃のサムスというのが今回登場しますけども、まあ、その当時の彼女が何を思ってそういう態度をしていたかとか、どんな女の子だったんだろうとか、それなぜそうなっていたのかということも全て今回語っていますし、そんな彼女が、まあ、今少し大人になってどう何を考えて最終的にどういう考えに至るかというようなことまでをフォローしたつもりですね。とにかくすごく強い、もう芯が強くて、そして本当にでもやっぱり思いやりがあったり、例えばベビーメトロイドをまあ、結果的に保護するようなことをやっちゃったのも実は優しさの表れである。ただでもそれは少し人間としてまだ未熟な部分があったり、プロフェッショナルになりきれていない部分があったりとか、完璧じゃないところでのやはり魅力であったり、人間的な温かみであったり、まあ見てるものからすればひょっとしたらもどかしいところもあるかもしれないですけども、皆さんが遊んでこられたメトロイドっていうのはこんな女性がずっと戦い続けてきたストーリーなんだよ、ゲームなんだよということを、まあ、教えたかったので、とにかくサムスっていう人の人間性をとにかく魅力的に描くというところにはかなりこだわって作ったつもりです。もともと Wii で、メトロイドの新作を作ろうと考えた時に、まあ、一番僕がこだわったところというか絶対守ろうと思ってたのは、Wii リモコン1本で遊べるゲームにしたい。それは十字ボタンとあと2つのボタンですね、移動とあとショットとジャンプ、とにかくこれを守った上で、ゲームをこう構成しようと考えてましたので、その横持ちっていうものが必須だったんですね。それで、まあ、横持ちで遊ぶことによって本当のメトロイドらしいアクションが今までファミコンであったり、ゲームボーイアドバンスとかそういうもので遊んでくださっていた方々が本当に同じような感覚で遊べるメトロイドが実現するだろうと。基本的にはサムスのこうアビリティと僕らは呼んでいますけども、まあ、ミサイルであったりいろいろなビームがあったりとか、そのあたりを、まあ、とにかくこの 3D 空間を動き回るサムスが使うとどうなるんだろう、例えば敵の上に乗ってどんどん目を刺すとか、とにかくかっこよく動き回ってかっこよく敵をなぎ倒す、でそういうアクションは新しい要素としては入っている。絵面というかボス戦であったりとか敵と戦うところのシーンというのはやはりこう見え方がすごく迫力があってかっこいいので、そういうものもお客さんに楽しんでもらいたいなと。であと、まあ、それがあって、まあ、横持ちで移動、まあ、一部戦ったりするところにFPS の、ポインティングを使う遊びということをまず考えました。あとそれからメトロイドは探索っていうことが非常に重要なゲームの要素になっていまして、それのためにポインティングによってこう自分の周りをこう見回していって、それであこれは何だろうな、あそこに何かあるなっていうことをこう見つけていくという、そういうふうにも使えるということで、この操作法を採用しました。本当にこの企画をした時からもそれは決めてまして、これ以外は絶対ダメっていうふうなことを、まあ、スタッフと関係者にはずっと言っていたんですけれども、はい。あとウィリモコン1本ってやっぱりイメージも僕はすごく大事にしてまして、シンプル操作ですごいかっこいいことができたり、そういうことをすごく目指してますんで、まあ、ゲームデザインとしてはかなり思い切ったこととかいろいろなことをやってる、ね、例えばある動きの自動化であるとか、本当にプレイヤーがさあゲームしようって言った時に、なんていうか これだけでできるんだと僕もできるんかなとかいうふうな感じで、ファミコン時代、まあ当時いくつか分かんないですけども、本当に今もお父さんになっているような方々もこれだけで遊べるんだったら僕もできるだろうっていう風な気持ちになってもらえるんじゃないかな。で子供さんでも、まあ最近の子供さんゲームうまいんですけども、まあ、これだったら僕もできるんじゃないかなと思って、本当にやってみたら
思った以上にできて、しかもすごくかっこいい動きをそんなに意識しなくてもできたっていうところで、まあそういうことがやはりどん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 こう継承されていって、あ、ゲームって面白いなとか、メトロイド楽しいな、本当にメトロイドだけに関わらずですね、まあゲームというものをやはりもっと楽しく気楽にできるじゃんっていうふうに思ってもらいたいというふうにも、まあ、なってほしいなとは思っています。チーム忍者さんですけども、すごく優秀なチームで、本当に昔ながらの、なんて言うんでしょうね、ゲーム屋の熱い心意気を持ったチームで、いいもの作ってやるんだっていうことを本当にに対してものすごく努力していただいたり、こだわりを持っていただいているのが本当にひしひしと伝わってきまして、すごくなんかゲーム開発者として、あ、こういう方々がいるねなっていうのはものすごく心強いですし、ありがたいことだなと思って、みんながみんな同じところを向いていながら、優れた感性でさらに磨き上げていってもらってるっていうところで、本当にいいパターンに落ち着いていったというか、うまく進んでいったという気がします。久しぶりのスーパーメトロイド以来 の、 コンソールのメトロイドアザイムなんですけども、これは本当に今までのファンの方々が、こういうメトロイドを自分は遊びたかったんだ、こういうものを待ってたんだっていうようなものを目指して開発しましたし、我々としてもこれが皆さんの遊びたいメトロイドですよね、そうじゃないですかっていう問いかけとしても、すごくこうそういう思いを強くして作ったものですので、ファンの方々の期待を絶対裏切るようなものは作ったつもりはありませんので、どうぞよろしくお願いします。